フローチャート漢方薬治療2151ページアレルギー性鼻炎には小生流頭というフローチャートです。34歳女性中肉中背です。アレルギー性結膜炎にて眼科から点眼薬をもらっています。目が痒くてしょうがないので何か薬はないかということでいらっしゃいました。そこで定石に従って小生流頭を処方、4週間で痛みはだいぶ良くなり、その後適当に飲んでくださいと言って返しています。小生流頭は生薬数が8つ、半夏、甘橋、甘草、桂皮、五味子、最新、芍薬、魔王です。魔王剤ですから、魔王の用量依存性に、効果が増強するんですね。魔王 3g です。で、甘草、甘橋とも入っています。生薬のポイント、魔王が主薬で働いている。がん病変に効果を有する特異的な生薬はありません。魔王に含まれているエフェドリンの交感神経刺激作用に頼っています。魔王が飲めないときは、魔王を含まない涼感、興味、心下人等を使用します。飲めないっても飲めるんですけども、ムカムカドキドキするんですね。なんかあれ飲むと調子が悪いっていう場合には、魔王がない119番の涼感、興味、心下人等を使ってください。これもアレルギー性鼻炎に有効なことがあります。ただ効果は西洋薬に比べては少ないと思っています。レベルアップ、眼科が進歩していない時代、メガネが普及していない時代、眼病変にも漢方で介入しましたね。近視に両経術関東39番、白内障に五射神器官107番、緑内障に超糖酸47番、ブドウ膜炎にサイレート114番、眼瞼痙攣に翼患酸54番などが使用されていたと思われていますし、今試しに使ってもらってもいいですけども、基本眼科の先生のご判断、メガネの使用を最優先にした方がいいと思っています。151ページはアレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎でした、には小生流頭というフローチャートでした。はい、以上です。最後は眼病変のお話でした。以上です。